今日の分かりタイム13.7だったんですね。あ、そうなんですか。今知りました。あ、見てなかったね、はい、だからスピードそろってでも出てるかなって思いましたけど。あ、そうです、いい感じでチェックしてるんですね。あれだっす。実際だったら準決勝は本当勝負。そうですね、まあ別にこう大事に行こうってわけじゃなかったですけど、まあそんな無理しても、っていう感じだったので、2社であれだし、準決勝もこういう落ち着いたレースを、そうですね、まあ仕掛けるところで仕掛けられたらいいかなと思うんですけどね、初日も行くところで行けてると思うんで、あとはどこまで粘れるかとかぐらいですね。それが本当に準決につながってくるよね。うん、そうですね。何しろ4月の抱負の共同で決勝乗って、はい、G2 の決勝は先に乗ったけど G3 記念がまだというのがですね。そうですね、ちょっと記念の決勝乗りたいんで、何度か、はい、頑張りたいですけどね、やっぱりそういう記念の決勝なんかこう数多くこう乗っていくことがよりこうステップアップですよね。そうですね、ちょっと共同終わってちょっと決勝乗れへんかったり、一回ちょっと低迷っていうか、調子悪かった時期あったんで、まあ最近 F1 でも決勝乗れていたんで、調子はそんなに悪くないと思うんですけどね、まあ仕掛けるところで仕掛けられたら、なんとか、とりあえず、はい、まずは明日ですね、はい、7、3まで冷静に、ね、いつも7、8、9してるんで結構ことが多いですね。ああ、なんとか、まあみんな強いですけどね、頑張りたいですね。じゃ決勝を決めたところでもう一回来ますんで、はい、お願いします。